あ、もう出てますわ。ハリモリ、ハリモリ、ドゥン、ドゥオーン。もう太鼓じゃなくて爆発やから。みんな大好き、みんな大好き、みんな大好き。ケーランまんじゅう、シゲロン。ケーランまんじゅう美味しいですね、美味しいですね。美味しいですね。いやもう大なる、そう大好き、そう、うん、大好きなんですよみんな、はい。場所はですね、三洋百貨店の地下1階でございまして、まあお惣菜とか売ってるところにね、うん、あるんですけれども、並んでなかったですか、ケーランまんじゅう。愚問ですよ。めっちゃ並んでました。あ、やっぱ並んでるんですね。いやめっちゃ並んでましたよ。これいつ行っても並んでます。すごい。僕らが並んでても後ろにどんどん列ができてました。こういう感じでですね、カステラの生地の中に白あんが入って。いるお饅頭なんですね。姫路に来たら絶対に買ってほしいランキング1位になる可能性もなくはないですね。10個入りが500円で、15個入りが750円、20個入りが1000円と、まあ、1個50円でございますね。そうですね。気づかなかったとかいう方も結構いらっしゃるんですね。三洋百貨店の商品券は鶏卵饅頭のために使いますいやもうそれですよ、はい、ほんまに正解。そう、うん、美味しいですよね。そう、焼くとこ見てるだけで楽しいと、うんうんうん、焼くとこ見ていきましょう。こういう焼く穴が9個開いてるこの機械なんですけども、これ4面ありまして、まず1面使っていきましょうということで、油を敷きますと、で、はい、生地を流し込んでいきます。これなんか機械みたいなのにブイッてダブイーンとビーって出てくるやつですね。ここに、横にあのタッパーの中に山ほど入った白あんを投入していきます。このね、白あんがね、甘すぎない甘み、このあんが僕多分世界のあんの中で一番好きなんじゃないかな。で、あのこの機械を閉じまして、でこう焼いていくわけですね。こうやってくるんって回します。でくるんと回すと、以前から焼いていたものがこちら側に行きますと、引き上げていくわけですよ。もう入ってきてね、並んでいくわけですよ、このところに。もで横に並んだやつはもうこんな感じ。あー綺麗、たこ焼きの見た目テカテカしてるわ、お月様や。これを、いい感じで挟んで、ほうほう、はい、紙に包んでくれるわけですよ。入れ物も紙っていうところがね、これまたいいんですよね。いいですね、味がありますね。姫路だけの饅頭ですかと。鶏卵饅頭自体は各地であることはあるんですけど、一色堂さんの鶏卵饅頭は姫路でもうこの三洋百貨店1店舗ですね。ウィキペディアで調べたら、なんか京都と島根かどっかでも鶏卵饅頭と呼ばれるものはあるということでしたね。はい、で、まあ、出来立てがまあこういう感じで、まあ、中を割るとあんがわっと、まあ、でもね、鶏卵饅頭のいいところはもう出来立てをもうその場でもう袋くって開けてバクって食べるのが一番うまい。あ、それがいいですね。もう出来立ての饅頭は一番鶏卵饅頭がうまい説、うんうん、出来立ての饅頭オブザイヤー毎年出来立ての饅頭オブザワールドよ。だから意味やばいね。だからベスト出来立ての饅頭ニストやからベストです。冷めても美味しい。冷めても美味しいです、うん、冷めても美味しいんですけども、一旦帰ってでレンチンとかでも10秒20秒でちょっとほかほかになるので、はあはあ、それでも大変美味しくいただけます、うんうん、焼くところ小さい頃へばりついて見てましたということです。離れられないでしょうね。離れられないですね。並んでたら前の人が何個買うのかめっちゃ気になりますと僕今日は全部で35個買いましたね。出てけー、うん、私の前が副社長やったらイラってするかちょっと待ってこれ、うん、チンしてアイス添えてもいいな。とんでもない天才が現れたかもしれん。あり、うん、ですね。ただね、ちょっとこれ姫路の七不思議なんじゃないかなっていう、鶏卵饅頭を売っている一色堂さんの公式ホームページがなくてですね、 SNS とかも一切してないんですよ。あー、そうなんですね。あるのは食べログの情報か、鶏卵饅頭を紹介している他社さんのブログとかしかないんですよ。はははへー、実態が一切見えてこないという。誰、どなたがやってるのかとか、ね、そう、テレビに出たりとかもしてるんですけど、この鶏卵饅頭が姫路の特集とかで紹介されたりしてて、うん、こんなに知名度があるのに全く謎に包まれてるんですよね。でも言うたらも、だから、うん、これあの白あんとともに謎も包まれてるんですよね、これ。なるほど。いや、もっとなんかある。いや、ちょっとなるほど。いや、そう、うん、どんだけ